皆様こんにちは、第一電化社高橋です。本日はホストミラノ2023、イタリアのミラノで行われている展示会ですね。こちらのロケットのブースを皆様と共有させていただけたらと思います。私初めてですねホストミラノに来たんですけれども、とにかくですね会場が広くて、で一つ一つのブースがすごい大きいです。でロケットのブースも大きいんですけれども、こう贅沢にこう空間が使われているような感じですね。こう道々に並べるんじゃなくて広く空間をとって、で製品を一つ一つ、こうじっくり見やすいっていう感じですかね、っていう形で展示がされております。じゃあちょっと順番に見ていきましょうか。こちらがロケットの新製品ですね。アパルタメント TCA モデルです。今弊社第一電化社では通常のアパルタメントですねを皆様にご提案差し上げてますけれども、こちら後継機種っていうわけではないそうです。ちょっとこうデザインのテイストを全体的に変えて、であとはスチームボイラーの温度調整が3段階だったかな、何段階かに分かれてできるようになっているということで、こちらちょっとじっくりと見ていきましょうか。こんな感じなんですけれども、なんか今まで の, そのロケットのマシンと全体的にこうデザインテイストが変わってるかなという気がします。なんかデザイナーさん入れて、リファインしたらしいですね。でできることは大きくは変わらず、ここがスチームですね、スチームワンドで、これがホットウォーターですね、で抽出という形になっています。でこのアパルタメント TCA なんですけれども、まだ第一電化社で取り扱うかどうかは未定の状態です。日本に引っ張ってくるのに対していろいろなハードルがあるので、ある程度やっぱり売り上げが、ニーズがあるっていうことは見込めないと、なかなか引っ張ってこれないっていうのがやっぱ現実なんですよね。なのでぜひ皆様このアパルタメント TCA すごい気になる、ぜひご自宅に導入したい、お店に導入したいとかっていうご意見ございましたらコメント欄にお寄せいただけたらと思います。で空張りも今まで通りいろいろあって、サイドがステンレスのものと黒のものと、で中のドットがこういった銅色のものと、白黒、いろいろカラーバリエーションが分かれております。ポルタフィルターのグリップも変わってますね。前よりもこのグリップのところにメリハリが効いて持ちやすくなったかなと個人的には思います。でちょっとこうラバーっぽい質感というか、手に吸い付くような質感ですね。でめちゃめちゃ細かい話ですけど、このドリップトレーですね、これもサイズが大きくなってます。奥行きが大きくなってますね。でスチームワンドはちょっとさっき出してみた感じ全く現行のアパルタメントと変わってないんじゃないかなと思います。このノブのところは変わってるんですけども、このワンドのパーツとかはおそらく同じものが使われているかな。でこの辺のハンドルもちょっとこうマット感のあるハンドルに変更されていますね。あとグループヘッドの形状も変わっていて、やけど防止のカバーでこう三角形になってるのかなと思ったんですけど、普通に激熱、今まで通りここもチンチン熱くなるので、全体的な形状を変えた、デザインを変えたっていうことなのかなと思います。すみません、こちらの温度調整の機能なんですけれども、今教えていただきまして4段階ですね、4段階に設定できるということです。訂正させていただきます。でどういうふうに調整できるかっていうと、こちらのスチームボイラーの気圧ですね、ここをベースに調整できるようになっているということです。 0.9 バール、1.0 バール、1.1 バール、1.2 バールの4段階ですね。で上げれば上げるほど当然スチームボイラーの中の温度が上がって、でスチームが強くなって、ただ連動する形で抽出温度も上がるっていう形ですね。であともう一つ新製品がありまして、ロケットビコッカっていう、ここに2台並んでますけど、今世界にこの2台しかサンプルがまだないらしいです。こちら皆様と共有させていただけたらと思います。はい、こちらがビコッカですね。なかなか特徴的なデザインですよね。でこれも
先ほどの TCA と同じようなこのバルブですね、全く同じものが採用されているので、これもまあニューデザインの方針になったやつの一つなのかなと思っています。まあ、ポルターフィルターなんかも共通ですね。でこれの特徴としてはいわゆるデュアルボイラーですね、デュアルボイラーマシンです。なのでコーヒーボイラーとエッシンボイラーがそれぞれ分かれているので、まあ、抽出するときの油温が安定します。でさらにこちらに関しては先ほど伺ったんですけれども、このグループヘッドの中にももう一つサーモブロックが入っているそうです。まあ、なのでコーヒーボイラーからお湯が出てきて、ここでも温度を保持するためにヒーターが入っているので、おそらくより安定した温度で抽出できるってことなのかなと思っております。でこのスチーム、まあ、これも細かい話ですけど、スチームバルブの感じなんかは今弊社で取り扱って R58 のものと全く同じですね。でここは正直ですね、今 の, そのクロノメトルの方がここがスムーズだったりしますので、先ほどメーカーさんの方にフィードバックしました。やっぱりクロノメトルのチームアンドの方が使いやすいと思うよって言ったところ、いやまだこれプロトタイプだからまだまだ改善しますということでございました。でここにタッチパネルがついておりまして、ここでそれぞれ、まあ、設定ができるようになっています。で2つここにプログラムモードということで使うお湯の量を設定できるようになっているんですけれども、まあ、そこで使うお湯の量ですね、まあ、一般的なそのハイエンドのエスプレッソマシンと同じように使うお湯の量を1ミリリットル単位で調整できるようになっています。であとはコーヒーボイラーの温度ですね、今92度に設定されています。でさらに今 1.0 バールってなってますけど、スチームボイラーの圧力ですね、上げれば上げるほどスチームボイラー内の温度は上がっていって、で圧力も高まってってなるので、ここで上げるとスチームボイラーの温度を上げてスチームのパワーを強くすることができるっていうことなのかなと思います。であとはこうプレミンフュージョンですね、蒸らし何秒蒸らし入れるかっていうのもここで調整できるということでした。ここはスケジュールですね、まあ、何時に立ち上げて何時に落とすみたいなのがここでスケジューリングできるようになってたりとか、であとはここのグループヘッドの温度ですね、今80度になってますけども、ここも調整できるようになってます。マックスがどんどん上げられますね。これプロトタイプなんであれなんですけど、100度以上まで上げられるようになってます。ミニマムが60度ですね。でちょっと気になったんですけど、それでいうとコーヒーボイラーが何度の間で調整できるかっていうと、これは80度から100度ですね、はい、結構幅広く調整できるようになってるなと思います。であとはここからクリーニングっていうことでしたね。でここがカウンター、ここは設定で、ここはまあ入れないと思いますけども、であとはここのボタンをタッチするとパージでお湯がちょっと出るようになっているということです。はい、ということで新製品は以上ですね。あとはこの辺りは現行のアイテムですね、タンク式マシンが並んでいます。でこれが弊社でも取り扱っております圧力加減ができる R91 ですね。でここはまだ取り扱いできてないんですけども、よいしょ、まあ、スプリングレバーで圧力をかけるタイプのマシン、ここがシンクアントット R58 シンクアントットですね、はい、特別なアテネのチャンピオンシップの、はい、仕様になってます。サイドパネル特別仕様になってますね。であとはこの辺はモッツァフィアットジオットクロノメトロアパルタムです、まあ、この辺はおなじみですね。であとはこの辺りがロケットの2グループマシンですね、まあ、弊社ではドッピアっていうマシンですね、デュアルボイラーのマシンを使ってますけど、こういったスタンダードな形の直結マシンというのもやってます。でこの2台がロケットのハイエンドタイプの2グループマシンですね。でこれが
R91 を2台こう連結させたようなタイプになってます。それぞれのグループで圧力可変ができるようになってます。この辺のスチームレバーの感じなんかも R91 と共通ですね、うん、でこれがドッピアですね。オールブラックモデル、これめっちゃかっこいいですねマットブラック、まあ、先ほど触れたようにデュアルボイラータイプのマシンになっています。であとは変わり種のところでいくと、はい、こういったものもロケット実はやってます。最近こういうの増えてきてますよね、まあ、独立した抽出グループがついていて、で、まあ、それぞれ抽出ができて、で新ワンドがついててっていう形ですね。で真ん中にホットウォーターのディスペンサーがついてます。まあ、こういった埋め込み式ですと、まあ、対面で、まあ、こちらにバリスタさんが立って奥にお客様が立ってっていう形、まあ、バーカウンターみたいなイメージですよね。で使う形になると思うんですけれども、まあ、あのボイラーが下の方に、はい、組み込まれているので圧迫感なくお客様と会話しながらエスプレッソなりカプチーノなり、まあ、カフェラテなりを提供できるっていう形になるっていうことで、まあ、今後こういうモデルも少しずつ増えていくのかななんていうふうに個人的には思っています。でこんな感じで下の方にボイラーですねが入ってます。はい、ということで本日はロケットのホストミラノのブースをお届けいたしました。まあ、すごいこう後ろの方をご覧いただくと分かると思うんですけど、あのたくさんのお客様がいて非常に賑わっております。まあ、少し触れましたけれども、このモデルすごい気になるとか、まだ取り扱ってないもので気になるものとかございましたら、ぜひコメント欄の方にご意見お寄せいただけたらと思います。それではまた次は ECM か3年も通えるかか分かんないですけども、はい、次々と動画をお届けしたいと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは一旦失礼いたします。